That's right. Check me out, meow. We are live or whatever, you know, on that Yakuza tip. He just want to get your attention. He really want to know what's going on in your head. Yeah, what? Won't we know this? Hontoに出ていくんだね. You're really going, huh? どうして私はおじさんと一緒にいる方を選んだのに。お前も来年は高校生。You'll be in high school next year. 太一や浩二も中学を卒業する。もう大人の世話になる年でもないだろう。それにお前のために出ていくわけじゃない。俺もガキの世話に飽きていたところなんだ。嘘。そんなの嘘よ。嘘じゃない。俺は俺のためにここを出るんだ。お前の芸能界入りは関係ない。それだけじゃないことは分かってる。いくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから。お金なんでしょ。パク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょ。ごめん、おじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってる。でも私には嘘ついてほしくなかったから。大地がな、高校に行かないで働くと言うんだ。え？大地だけじゃない、綾子も浩二も。最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してる。あいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守って、お前が成功して戻ってくる日を待つと言っている。私の帰りを。ああ、お前はあいつらの希望の星なんだ。お前が歌手として成功しまたこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだ。みんな。だがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる。金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。でもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ。私もそうだから。ありがとうな。でもここが潮時だ。俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからな。だから俺はここを去る。お前や朝顔のみんなのことを愛しているから。おじさん、
I knew he was a fighter. He looked weird. Nobody else should want smoke with me. I'm not the one to try. I will fuck you up. Luigi. I randomly pick up a bike and smash you with it. That's what I do, baby. See, motherfuckers always want to try it.
What? ちょっと殴らせろよ。 I had a knife. They're murdering people in these streets, man. Yeah, I wanted it with me, man. That's what I do to you, man. I stab you in the middle. Stab. Well. No regrets. Like, I do that to him, you know? I like what I do, man. You just stab them. Attempt, you're murdering, you know. Because you can't just very well stab somebody in the abdomen and not expect to, you know, possibly end their life. What, man? I was just picking up trash. Guess I gotta take out the trash. Yeah!
You're trying to kill me. I gotta kill you first. Bow before my greatness. Bow. It's Kitabai. Did that just end him? Us bridge. Wait, ain't this Us bridge? I don't know the name of none of these places, all right? Where am I at? I'm here. Okay, I'm heading the right way then. Right. What? Right by my job, so I shouldn't get in any trouble. Go right into my job, no issues. Rare. Nobody try to beat me over the back with a bat or nothing? Crazy. I was allowed to just go to my job peacefully. Aside for all the random street fights. タクシーの芸者を頼んだもんやけど。はい。そんなんはええから早乗せんかい。すいません。どうぞ。博多駅まで大至急頼むわ。了解しました。 しかし、 えらいことなりよったで。 本部の使いで福岡までやってきて。
せっかくやから長洲街で遊ぼう思とったのに、トンボ帰りやないか。ほんまにただの事故やったんですかね。さあなあ。おう、もっと飛ばさんかい。わかりました。頼んだで。ほんま、お客さん、そんなに急いで何かあったんですか。ちょっとうちの偉いさんが事故で亡くなってしもてな。それで通夜のために大阪戻るんや。ひょっとして新聞に載ってた名古屋の件ですか。せや。なんや、うちだけやのうて。登場会の人間も事故ったらしいが。え、登場会もってどういうことですか。新聞にはそこまで書いてへんかったんが、名古屋の交通事故2件あったんや。同じ日にうちの偉いさんとは別の場所でもう1件登場会の人間が死んだ事故があったっちゅう話や。ほんま偶然にしちゃできすぎですわ。7代目も早う後目を示してくれたらええのに。もうそれも無理なんとっちゃいます。末期がんなんでしょ。ここんとこずっと面会者ですや聞きましたし、このまま7代目が亡くなるようなことになれば面倒なことになるで。後目巡って組割った内部構想ですか。アホ、そんなんしたら向こうの思うツボやないけ。後目不在の場合、直参団体組長全員の総意で8代目が決まることになる。とどのつまり派閥が大きい方が後目や。派閥いうと渡瀬組と大阪工業、高知組の三大派閥ですか。せや。本家の若頭の渡瀬は今じゃ一番の武闘派で、島の広さ、参加組織の数では近江最大じゃ。一方、蒼天堀を仕切る本部長は莫大な上がりで全体への影響力も大きい。高知の親分がのうなった今、どっちに転んでもおかしないで。これから直参組長の票を集めるために相当な金が動くっちゅうわけですから。金だけで済めばええけどな。近江のトップに立つっちゅうことは日本の極道のトップに立つっちゅうことでもある。そのためにも金だけやない。後目にふさわしい功績もあげんとあかんやろ。功績何です。例えば登場会の大物を取るとかやな。ああ、それって六代目の堂島とか大幹部の真島の首っちゅうことですか。確かにそないなことできたら近江の力は決定的なもんになる。トップに立つ資格も十分ですわ。まあ例えばの話や。本気にすんなよ。まあ何にせよわしらのようなただの兵隊には迷惑なだけの話や。ほんまですね。早くごたごたが収まればええんですが。おい、まだつかんのかい。もうすぐです。少々お待ちください。ちんたら走り寄ってからに。登場会、それに大、俺にはもう関係のない話だ。Thank you.
はい。血が混んでるな。しまったな。うわっ！到着しました。I did that. Yeah, yeah. Gonna do another one, man. Let's go, man.Trying to be zany. Chill out, man. Doing so much.
しまったな。位置を直します。着しました。はあ、fuck dude man, I'm trying to concentrate on the road. He's talking about bullshit.Dude, what the hell? This motherfucker doesn't reverse. My money and shut up and get out of my face.
奥まで。いいわ、とっても上手。もう抜かないでね。お願いよ。ああ、そうよ。そう、もっと奥まで。いいわ、とっても上手。もう抜かないでね。お願いよ。ああ、そうよ。そう、もっと奥まで。いいわ、とっても上手。もう抜かないでね。お願いよ。ああ、そうよ。そう、もっと奥まで。いいわ、とっても上手。もう抜かないでね。お願いよ。ああ、そうよ。そう、もっと奥まで。いいわ、とっても上手。もう抜かないでね。お願いよ。ああ、そうよ。そう、もっと奥。I guess. Whatever that was. I'm finna get on some storytelling. Thanks for tuning in, what have you. I appreciate you. See you. Bye.